はい、どうもこんにちは、トイズキングのほろみです。どうもどうも、今日ご紹介する商品はプライズ品でございます。クレーンゲームのプライズ品です。それはこちら、じゃじゃん。こちらはですね、バンプレストクレーンキングのドラゴンボールスーパードラゴンボール超って書いてねのバンプレストワールドフィギュアコロシアム造形展開一舞踏会スペシャル孫悟空優勝記念作品ウルトラインスティンクト孫悟空でございます。こちらはね、2017年に開かれた大会で優勝された方の造形の孫悟空でございます。でこちら出たのが2018年の6月に出たんですね。ね、高さ20センチ、ちょうどいい。ちょうどいいサイズでございます。で、優勝者の方の名前はね、ヴァロック、VAROQ さんでございます。こちらは、孫悟空の身勝手の極意の孫悟空でございますね。じゃあもう、箱ちょっと見ていきましょうか。これが表だと思う。ね、横。ね、後ろこういう風になってる。ちょっとね、アップ向こうダン。それで上が BWFC で、下はまあ一応、注意書きみたいな感じ。じゃあこれ開けちゃいましょう。はい、ちょっと入ってるものをこれね出してみました。これ台座と支柱ですね。ちょっと普通の立ち方じゃないので支柱が2つありますね。そして、ね、上半身と下半身ね、塗りもすごいいいけどこの破れ具合がいいよね。もうセットしましょう、セットしましょう。つか髪の毛がすごい銀色、うわはははい、こんな感じですよ。すごい、ちょっと斜めで、体自体も斜めって感じで、それでね、横ほらこんなにも倒れてるっていうか、これは珍しい。これは珍しい。支柱は足の裏とまあお尻のところにブスッと刺すんですけどね、いい感じに保てますよ。これすごい、ボロボロの道着いいよ、汚れてるし、靴のところもねすごいちょっと黒くなってるようなところもあるし、うわなんだこれ、筋肉すげえ。あ、これはめちゃくちゃいいやつやん。なんで？うわクレーンゲームもすごいな。もうちょっと近く。というわけでこちらですね。かっこいい。この道着のね色がねすごいはっきりしてるしね、髪の毛もすっごい、おうパッギン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 にパッギンギンになってます。これ
すごいなんかアンバランスかなと思ってたら全然 そうでもないしね。この2つの支柱のおかげでめちゃくちゃいいですよ。この、うん、破れ具合とかがねちょっといいね。あ、ちょっとね、あ、これはうーんっていうところはあるけど、例えばここの足のここのところだとかね、まあ写真で写真に撮りますけど、あ、これはっていうところもちょこちょこあるんですけど、でも全体的にねパッと見もう本当にはぁっていう感じ。これはちょっとした、あ、ニューアプローチですね。この体型はすごいいいと思います。あ、こういうね面白いものがねあるからね、 UFO キャッチャーのプライズちょくちょく見た方がいいですね。時にはジョジョのやつもあるしね、キューポスケットだったっけ、それじゃなくて普通のやつ、まあ2色あるっていうやつね、カラー版とノンカラー版のやつだとかね、だから見てみそというわけでした。あとは写真今一番くじで出てるからねああいうのも持っておいた方がいいかもしれないというわけです。それではまたお会いいたしましょう。ラウス。推しか、まあ、事実上ちょっと絶版になってるもの、かなり価値のあるブラックボックス、ネロマシンとか、僕にとっては世界一の宝物に見えるんですよね。